鉄族とは石族に代わって用いられるようになった鉄製の矢尻である。日本では狩猟具としてではなく武器として用いられ2世紀から3世紀にかけての弥生時代後期に普及した。鉄族は義手は人伝によれば邪馬台国の3世紀に北九州では普及していたが機内で普及したのは4世紀である。北九州では邪馬台国に先立つ和国大乱の時期に 水利券や農作物をめぐる構想があり、吉野ヶ里遺跡などでは、首のない遺体や石属、鉄属が刺さった遺体も見つかっている。武器ばかりではなく、農具、工具、虚具などにおいても、鉄器の普及が見られるのも弥生時代であり、特に後期に著しい。鉄器、鉄製品は、幾度も居直されて繰り返し使用するため、湿度量は、必ずしも、多くなく、 変電作業も困難であるが、弥生時代後期にあっても、石族や銅族と併用されたものと見られる。紀元前2世紀頃の岡山、港大石で、中国で、紀元前4から5世紀頃に鋳造された、創翼式や尻治銅族が出土した。朝鮮半島にも、確認例はないため、中国から直接持ち込まれた可能性が高いという。鉄族は、 有形式と有形式に対別分類される。有形式は身の部分が多様な形態を有し、やがらに装着される茎は身の部分により厚みがあり、四角の重厚なタイプと身の部分と厚みが同じで薄いタイプとに対別される。前者は身から茎に移行する部分で厚みを増すのに対し、後者は身から茎まで薄く均一で多くの場合、1mm 前後の厚みとなっている。 これらは単に形態、強度、装着法の相違に対応するだけでなく、製作技法上の相違や格差を表している。前者は茎が厚みを保持しつつ、細く丁寧に鍛えだ成形されるのに対し、後者は薄い一枚の鉄板をタガネによる切断のみで成形されたもので、工程としては前者がより複雑である。タガネ切りのみによる薄い有形式鉄属は、 有形の石族を模倣する形で、弥生中期後半の関西地方で製作が始まり、前者の有形式は、中部瀬戸内地域規制で主体となる、後期後半に至っても一部存続する。有形式に限らず、タガネ切りのみで製作される、薄く扁平な鉄俗は、後期後半から、週末の中部、東海、関東地方において、その存在が顕著となっていく。これらの中には、 在来の魔性石器と同型のものがあり、各地で生産されたことの傍証となっている。瀬戸内伊東では東へ行くほど、立体的な鉄器よりも平面的な鉄器の選択性が高くなっており、本州諸島の西と東では、量的格差のみならず機能的格差、製作技術上の格差があり、弥生時代では精一的な様相を提出することがなかったことがわかる。五世紀頃、 弓の形式とともに、半島の形式と同じ長首矢尻が共有されるようになる。これは、太閣栗、白木戦に備え、弓と矢の統一を図ったものと見られており、西日本が長久に対し、古代東北ではそれより短めの弓だったことからも、海外出兵とその文化的影響を西日本が受けたとされる。戸田里氏の 古墳時代の鉄属及び弓の機能的分析によれば、弥生中期から古墳前期末までの鉄属の重さは 4g から約 6g 強、重くて 7g だったのに対し、前期末から終末期では約 15g と2倍以上も重くなっており、佐原誠は、かつて戦争があった石族の変質において、鉄製甲冑の普及に伴い、鉄属も重くなったとしている。 我が国で最も古い鉄器は、熊本県西、藤山遺跡及び、福岡県二条町曲がり遺跡から出土している。滋賀県東大見市の雪の山古墳から43点が出土している。湯木の中だけでなく、他の場所からも出土している。実践用というよりは、装飾性に富んだ、機上用と考えられる大型品が含まれている。滋賀県立東市の安陽寺に、 かつて所在した深海一号墳から出土している。四世紀末になると石製品に代わって鉄を素材とした防御具が目立つようになる。この古墳からは、喫先が尖った鉄属や大型化した鉄属が出土しており、長首や尻が使用される前の段階である。形式は多様であるが、その中に一形式の50本が揃った状態で出土している。 NHKBS 範囲にて2008年に放送されたアインシュタインの目、弓道知られざる技と威力の番組内実験の結果では、極短距離からいた場合、固定された厚さ数ミリの鉄製フライパンに穴を開けるほどの威力があったことが証明されている。ただし、当然のことながら、動いている標的や距離によって、鉄属の威力は変化するし、遠ければ、 布で作られた防具の炎でも防ぐことができる。これは、炎が風圧によって一定の弾力を保っているためである。古墳時代の時点では必ずしも鉄板を射抜けるとは限らなかったようであり、日本初期仁徳記12年8月10日上の記録として、高来の建て祀った鉄の的を多くの人が糸をせなかったが、縦一少ねだけが糸をしてみせ、高来の客はこれを見て、 怒って拝礼したと記述されている。前日の重量の変化にも記述があるように4世紀の時点では矢尻が軽く、鉄製甲冑の普及に伴って矢尻が重くなった点がある。俗日本紀天平7年4月26日上に高イルヤ二十石が献上されたと記述されており、律令時代には矢の改良が進んだことがわかる。また、通り天の記述では、 石属でも石材によっては鉄を貫いたと記している。強度の観点から、石製の場合、何度も使用できるとは限らない。これは、先端が砕けるたび、削り直すためであり、再加工後は軽くなっていく。従って、発射の威力では、石属も鉄属も重量が同等であれば、互角と言えるが、何度も使用していくと、石属の方は威力が衰える。この点、 鉄属の場合は一度溶かしてから鋳造すれば再利用が可能である。ありがとうございます。